どうも、ネコダンシブです。今日はね、バンドリーやっていきたいと思います。オンリーマイレールガンやっていきたいと思います。いや、オープニングちょっと、生意気ながら、ちょっと作りまして、まあ、今回の動画だけかもしれんけど、これから入れていくかわからんけど、ちょっと、試しにね、やってみました。まあ、10秒ぐらいのオープニングなんやけど、いや、動画なんやけど、僕が描いた絵なんですけど、あれ。いやもっとね、凝った感じにはしたかったんですけど、いや、この歌、僕めっちゃ好きなんですよね。なんか、アニソンといえばこの歌みたいなイメージありません？で、結構アニソン流れは、なんか、帝王みたいなイメージ、この歌は。帝王、そういう感じじゃないな。なんか、アニソンといえば王道で、アニソンの王道みたいな感じだね。あぶねでも、僕、このアニメ見てないんですよね。何だっけ、とある魔術のインデックスみたいな。何だっけ、レールガンか。なんちゃらなんちゃらレールガンやな。なんか、わからない。なんか、そういう、とあるなんちゃらオーナーですか？全部見たことないんですけど、あ、これのレールガンの1話だけみたいな、コイン飛ばす女の子みたいな話だったよな、確か。それだけ覚えてるな。まあ、ちょっとまた見てみようかな。せっかくやし。いや、今日はこのスペシャル、あぶねえ、オッケー。ちょっと連打入ると、あれよね、緊張しちゃうね。ちょっと落ち着いたやろか。そう、レベル25の、まあ、スペシャル、スペシャルやっけこれ。そう、スペシャルのはずやから、ちょっとそうやね、フルコン頑張ってやってみたいなっていうことで、まあ、フルコンするまでやっていこうかなって思います。いや、いいな、サビがこの安定感よね。危ない。いいんじゃない、終わり。いや終わりっしょ。いや、いいな、こうやってサビが一回だけのはちょっと安心できる。ありがとうございます。たまにははしゃぐのもありかな。こんなはしゃいでた俺。天体観測伝えてみます。天体観測はバンプオブチキンでしたっけ、確かそのはず。そうやんな、バンプオブチキンやんな。バンプオブチキン結構好きよね俺。あれ、あー、音無音やと思った。いや、いいな、ここイントレ、いいな。いや、この天体観測さ、カラオケとかで、その、歌いたいけど、なんかイケメンしか、歌ったらダメみたいな風潮ありません？なんかこれイケメンが歌っとるイメージあんねえけど、天体観測って。いや、カラオケでは僕これ歌ったことないです。僕はイケメンじゃないんで。なんかイケメン以外がこれ歌うと、ちょっと、共感性周知働いてまう気がするな。歌ってる側がね、別に聴いてる側はどうかわからんけど、そう、歌いにくいよね、なんか。だから、バンプオブチキンは、何が好きかな？ほら、スパイファミリーの歌は結構最近聴いてるな。バンプオブチキン。危ねえ！いや、なるほど、交互か。ちょっと焦った。でも、俺の反射神経をちょっと舐めちゃ困るよ。はい、はい、オーケー！危ねえ！いや、ずれるね、iPad が。このね、このスペシャル独特の方向が決まってるフリック、来るよ。オッケー。ちょっとタイミングずれたけど、オッケー。順応してきた。いや、これ、まだフルコンいけるよ。いや、無理だー！いや、ちょ、シンクロしちゃった。イェイ、シンクロしちゃった。ミスってもだなー。やり直します。うわ、結構さっきの好きやな。タンタン、あはいはい、そう、ここはどっちも同じ方向にフリックやけど、あ、イエイエイアーだけ注意、イエイエイアーだけ注意、どっちも外やから、外に向かっていくフリックやから。はいはい、ここも割と注意ね。ちなみにここも割と注意しながら、オッケー、この辺来る。危ねえ、危ねえ、オッケー。ここさえね。おい、あと、いけてたよな。あとはフルコンいけてたはず。もう注意するところはなかったはず。オッケー。よしよし。これもフルコンいけたわ。全然ちょ、いけるな。おー、よくできました。こういうの、こういう赤ちゃんプレイみたいな、人生で一度はやってみたいな、よくできましたねーみたいな、女の人に言ってもらいたいな、一回でいいから。暴れすぎですよ。
暴れすぎやけど、パレオならついてくるって信じてたぜ。あうんの呼吸、ええー、な。これはありがとうございました。